さあ、野球クラッシュ、また今日も遊んでいこうと思うんですけれども、本日もまたスミス使って遊んでいきます。で、このスミスの登場のおかげで、1番バッター誰にしようかなっていう選択肢がすごい広がったと思ってるんだよね。まあ、個人的には今はもうスミスしかないっていうふうに思ってるんだけど、例えば初期から人気のこのアニーとかね、アニー一番強っていうのがあるから、そういう宗教がっていうぐらい人気で、あとハーデン、俺は個人的にハーデンすごく好きなんですけれども、で、あとフェニックスね。俺も一時期使っていた1番フェニックスとか、あと、フォックスか。フォックスも普通に1番バッターとして使ってもいいのかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあそんな中、今日のラインナップはこちらとなっております。まあ1番スミス、2番フォックスっていう構えでいきます。で、4番にマレイ、で、5番イブラ、6番アレックっていうふうに、ちょっと普段使わない選手も使いつつ、じゃあ早速、遊んでいこうか。よし、ゴー。さあ、マッチングしました。え？向こうのラインナップ何これ？すげえ特殊。色味が全くないわ。逆色とりどりっていう感じでやっていこうと思います。なんかコンセプトありそうだね、向こう。面白いね。まあでもそっか、コモンの選手って育てやすいし、でシンプル強いから、全然なんかおかしなことではないんだよね。よし、気引き締めていこう。犬眉毛でいこう。まずはスライダー。そうだ、九州ミッシェル何持ってるか俺記憶にないわ。記憶にございません。緩いな、フォーシーム。緩くて逆に打ちにくいまであるな、これ。これどう？あー、ボール球か。ボール球スライダーか。でもスライダー狙いやすい感じするな。あー、やばい。タイミング早い。ロジャーの幻影。幻影振り切れ。こっちは引っ掛ければいいんだから。引っ掛けー！打ち上げたら、そこで試合終了ですよ。安西先生。いや、とりあえずスライダー来て。本日のラッキーアイテム。スライダー！よし！あざっす。ゴチになります。なりますっていうか、ゴチになりやした。過去形ね。もう一球来ないかな、スライダー。あ、まず牽制ね。今年あれだわ、サンタさんにスライダー頼むわ。クリスマスプレゼント。あ、もう一球来た。枕元にスライダーみたいな感じで。お年玉もね、スライダーにするわ。こうなったら。あ、ストライクか。ストライクカーブか。どのタイミングで走ろうかな。これはボールね。駆け引き。走るか、ここら辺あたりで。どうだ。もうちょっと危なかったな。ちょっと危なかった。球種のタイミングとしては最悪だったけど、なんとかご利用してきた。よし、見た。よしよしよし、ナイスルース。ナイスフォア。よし、いい感じでバトンつなげる。つなげたわ。マレーに。いや、これはスライダー来てほしいね。さあ、牽制。でも走らんわ。さすがに。大将。大将、スライダー一丁。はいよ。来てくんないかな。ストレートか。ストレートか。入荷待ち。スライダー入荷待ち。来た！うわー、それた。それた、これ。切れてんのか。切れてないって言ってほしかった。これはゴチになります。これはガチのゴチだわ。ガチのゴチです。そしてルース、ルースもあざす。これはほんとゴチになります。なりますっていうか、なりやした。過去形ね。いくぞ、目バッキバキの。いや、さすがにマリアは走んないわ。さすがにね、目バキバキガン決まりのイブラヒモビッチ。いくぞ、集中集中。いくぞ。あ、これストライクか。マジか。どうや！よし！こっちとらな、ドーピングしまくってんだよ。陽性反応検出しまくってんだ、こっちら。ジャックハンマーも顔負けの真っ青なぐらい。さあ、そして、ランナーが誰一人いなくなったところでアレクサンドラです。満塁時にパワー30します。すごいよな、パワープラ30って。214か。すごいな。なんなら、今満塁じゃないけど、
学校ストライカーパワープラ30になっていいんだよ。ルール無視しちゃっていいんだよ。なんならば、うわインばっかり来る。インコースばっかりだ。何これ、どうなったんだこれ。よし、よしよしよし。パワーの高い選手はボールゾーンでも無理くり引っ張ればヒットになる時あるんだよね。だからパワーある選手は強いんだよね。行くぞマイケル、ゴールドクロス。なんかストレートばっかりだな向こう。え、スライダーさすがにあれか、バレたか。よし、これダメか。いい感じに打ったと思ったんだけどな。さあジョンソンです、お便り待ってます。ジョンソンからの、お、しっかりお便りくれた情報。お、いいねいいね、今日のジョンソンいいわ、仕事してるわ。あーストライクか、今欲しかったな情報、今欲しかったわ。よし、ダメなんだ。結構いいところに打ったと思ったんだけどな。マジか、今ヒットじゃないんだ。てか1番マレーっておかしくねこれ。どういうコンセプトなのこれ向こう。なんか不思議だな、すごく不思議なんだけど。1番マレーのメリットってなんだ。なんか向こうなんか自暴自棄になってないこれ。めちゃくちゃ振り回してんじゃんバット、危険なんだけど。よし、まずはアウト。そうだね、イブラヒモビッチ肩がちょっと弱いからサードにするのちょっと嫌なんだよね。今一応サードにしてるんだけど。あ、バント来た。お、いいね。向こうまだ諦めてない。だとしたらさ、フェニックス1番にしようよ。なんでなんこれ、よくわかんないんだけど。さあ、バント。あ、スミスって、あ、やばいやばい。あ、めちゃくちゃ向こううまいじゃん。めちゃくちゃ向こううまいやん。スミスってバントの時もあれなんだ。え、またバントやんの？それはさすがにじゃない？それはさすがにじゃない？バントの時も走力プラス30されんだね、スミスって。じゃあこれからどんどんバントしてった方がいいわ、スミスの場合。よし。なんか向こうこれ、試合放棄してんのかどうかよくわかんねえんだけど。何考えてるか、不思議な方でしたね。まあ、とりあえず勝てました。ちょっと守備位置変えよっかな。やっぱサードは肩強い選手の方がいいな。はい、ということでちょっとね、ポジションチェンジしました。フォックスとイブラヒモビッチを入れ替えました。ただそれだけです。フォックスの方が肩がちょっと強いので、サードにしましたよと。内野でさ、使いたい選手結構多くてさ、さあマッチングしました。え？ミッシェルなん、また。しかもスミスレベル13じゃん。向こうガチ勢だ、格上だ。これやばいぞ。ガチ勢って何？ミッシェル使うのが流行ってんのかな？ちょっと待って、しかもレベル13じゃん、ミッシェル。やべえ、これ分からされるかもしんない、ミッシェルの本気。お前ら舐めたらいかんぜよって言われるかもしんない。ミッシェルの本気。これちょっとある意味でも楽しみだわ。やっぱコントロールいい選手だから、やっぱ牙狙ってくるよね。インコースばっかりだ。やべえ、思わず手出てもうた。ちょっと俺あれだわ。物おじしてる感あるわ。向こうがレベル13だから。絶対手で、普通だったら手出さないから。うわ、いいとこ投げるな。めっちゃ際じゃん。よく審判ジャッジできたの、今の。あ、これどう？マジか。いい感じにスライダー、打ったと思ったんだけど、詰まったな。タイミングが早かったからか。むしろ。これ！うっそーピッチャーゴロってこと今の。めっちゃいいタイミングで打ったと思ったんだけどな。やばい、分からされてるわ、レベル13。レベル13、ミッチェル。さあ、1番ハーデンです。1番ハーデンのかっこよさ。収まりの良さ。俺も使いたいな、1番ハーデン。よし。めっちゃ走るじゃん。めっちゃ走るじゃん、フォックス。それに対してショート何もやってなかったぞ、今。あいつ給料下げるか。今の普通ショートの、ゴールだよな。ショートの球だよな。よし。じゃあ次似たところでボールゾーン。これやっていこう。あ、やべ。あぶねえ。なんでストライクゾーンに入れたの？こっち制球なんだな。さすがミラー。よし、来た！
お望み通り。いやだからショート働け、ショート働け、お前のボールだ今の。あ、来た、レベル13。ちょ、マンフリしすぎだろあいつ。そんな性格じゃないだろスミスは。よかった、打ち上げてくれた。ずっとアレクサンドラ棒立ちしてたぞあいつ。ふぬけてるな。よし来た、これはありがたいね今の。これもゴチになります案件だね。まあ、ゴチになりますっていうか、なりやした。よし来た。あ、やべ。あ、あれ？あ、許された。許された。マーレイの無謀な走塁が許された。いけ、ガンギマリ。あー、思いのほか飛ばなかったな。いい感じに打ったつもりだったんだけど。早く打つとやっぱ、詰まっちゃうんだな。やっぱさ、ボールが遅い分、タイミングがちょっとね、速くなっちゃうんだよね。やばい、なんか変に喋ってたら、ちょっと待って、集中する。ちょっとこれ集中します。喋りの方夢中になってるから。あー、くそ！ちょー！あー！集中します。ちょ、もう一点欲しいんで。マジか！コントロールいいな。これだ！よし！3点目取れたのは偉い。来た、マイケル。ありがとうございます。危ねえ。まさかのアウトでした。まあ、しょうがないか、今のは。まあ、でも3点取れたから。ああ、これは優しい。これ許された。許された！審判、俺、あれ？審判買収したっけ、俺。審判課金来た、これ、まさかの。審判かチンパンでよかった。よっしゃ、不正もありつつ勝ちました。いや、今絶対セーフだったよな、ルースに関しては。あれ、ベンチでぐずってるでしょ、ルース。